本日は2021年長崎さんのクーニンズ最終戦をご紹介いたします。長崎さんの最終試合はホットモットフィールド神戸で行われました。サムライさんとのスペシャルマッチ。この日は相手チームサムライさんの監督ノーさんの軟式野球引退試合でもありました。この試合長崎さんは1番ライトでスタメン出場しました。そして観客席にはある方が来ておりました。そしてさっきフラッと先歩いてたらこんにちはって言われて、長崎の母ですって会いました。さっき LINE でクーニンさんに会ったようで緊張した。マジですか。今日じゃあ大好きなお母さんも見てますから。そう、お母さん今日見に来るって言ったんで今回神戸に来たんです。お母さんとは毎日 LINE をするほど仲のいい長崎さん。お母さんは関西在住ということで、ホットモットフィールド神戸なら見に行けるということで、長崎さんは多忙な中仕事の調整をつけてはるばる東京から神戸までやってきてくれました。さらにホットモットフィールドは長崎さんにとって思い出の地。チャミさんと自主トレしてさせていただいたところ。ここやったんですか。最高のところで。お母さんはもう姿見えてます。あ、手を振ってますね。両手で手を振ってますね。相当楽しみにしてるでしょうね。久しぶりに会うんで。女子ソフトボールから男子軟式野球に挑戦中の長崎さん、先日はクーニンズに加入し待望の初ヒット。タイムリーヒットが生まれました。この日はなんと3出塁1盗塁の大活躍でした。しかしこのヒットの後、長崎さんはお仕事で大忙し。イベント出演なのが重なり、なかなか練習する時間、そして活動に参加する時間が取れなくなっておりました。この日も弾丸でなんとか参加してくれた長崎さん。これが2021年長崎さんが参加できるクーニンズ最終戦となります。お母さんがスタンドで見守る中、先頭バッターとしてバッターボックスに向かいます。対する侍さんのピッチャーはサウスポー、左対左。長崎さんの第一打席、まずは初球打ちました。積極的に振っていきましたが、ここはサードフライ。久しぶりの実戦でしたが、初球からバットを振っていきました。そして2打席目、ピッチャーが右サイドハンドに変わりました。この打席、長崎さんはチャンスで打席が回ってきました。助っ人の中内選手を2塁に置き、得点圏のチャンスで回ってきた打席。まずは初球、まっすぐ積極的に振っていきました。続くボール、外いっぱい決まりました。ツーナッシングと追い込まれた長崎さん。しかし簡単には終わりません。長崎さん、続く変化球打っていってファール、紙一重の打球でした。そして続くボール、変化球高めに外れました。ツーストライクワンボール、5球目、同じ球がいいところに決まりました。ここは空振り三振。そして長崎さんの3打席目、ピッチャーは変わりましたが再びサウスポー。この回先頭バッターとして打席を迎えます。まずは初球、打っていってファール、インコースのボール、続くボール、高めのボール外れました。ワンストライクワンボール、3球目、ここも高めにボール、ワンストライクツーボールとバッティングカウントとなりました。そして速いテンポで4球目、打っていきましたがファール、
長崎さんはこういった惜しいファールが多い。追い込まれた長崎さん、カウントは2ストライク2ボール。そして勝負球、最後はまっすぐということで、長崎さんこの日はヒットならずでしたが、お母さんの前で軟式野球を元気にプレーする姿を見せられました。そしてこの試合が2021年長崎さんのクーニンズ最終戦となりました。長崎さんの在籍は2022年3月までとなります。後半は仕事で多忙のためあまり参加できませんでしたが、チャンスで放ったこのセンター前ヒット、このヒットはたくさんの方に感動を与えました。そしてたくさんの方から祝福のメッセージをいただいたそうです。さらにクーニンズのユニフォームをサポートしてくださる友人さんからはある素敵なプレゼントをされました。先日軟式初安打を記録した長崎さんですけれども、長崎さんの初安打を記念して、なんと友人さんがすごいシャツを作ってくださいました。それがこちらです。友人さんが作ってくれましたクオッカのんちゃん T シャツです。こちらソフトボールを持ったクオッカという動物なんですけども、長崎さんがですねそのクオッカに似てるということから視聴者の方がデザインしてくれたんですか。これはウェブ系のデザインやってる友達が書いてくれました。はい、クオッカを長崎さん風にアレンジしてソフトボールを持たせたというキャラクターなんですけども、これが無数に散りばめられております。すごいですね。これをイージンさんからプレゼントされた時どうでしたか。めちゃめちゃテンション上がりました。これ6種類あるんですけど、カラーが6種類もあるんですか。カラー展開が6種類あるんで、めちゃめちゃテンション上がりました。6種類のうちの2種類はですねクーニンズのユニフォームのアンダーシャツとしても使用できるので、まあ、このようにですねシャツ越しからちょっと覗くぐらいですね。そうです、このクオッカのんちゃんがちょっとだけで、何やらこのシャツですけども、すでにもうインスタの方で上げてらっしゃると思うんですよ、はい、そうなんです。でそのインスタのクオッカのんちゃん T シャツを見て結構反響もあるんですね。意外と可愛いとか欲しいとかっていう声をいただいてて、なんかすごい嬉しいですね。で実際視聴者の方というかインスタをフォローしてくれてるファンの方に、まあ、プレゼント企画をしようかなとは思っていて、おー、はい、今日はじゃあその発表も兼ねているということですね。そうなんです。ということで皆さん、プレゼントキャンペーンでございます。今この長崎さんがですね着用しておりますクオッカのんちゃんアンダーシャツの全種類を長崎さんのインスタの方でプレゼント企画としてキャンペーンをしてもらいますと。で応募方法に関しては長崎さんのまずインスタをフォローしてください。その後にですねプレゼント投稿に対してコメントください。フォロー、そしてコメントしてもらった方の中から長崎さんが当選者を選んで発送したいというふうになっております。長崎さん、はい、こちらのクオッカのんちゃんアンダーシャツどういう方に着てもらいたいですか。まあ、本当に着たいなって思う方にたくさん着ていただけたらなと思います。はい、わかりました。じゃあ皆さんですねこのクオッカのんちゃんアンダーシャツ欲しい方はですねコメントに熱量を込めて投稿お願いいたします。長崎さん、はい、ありがとうございました。ということで記念のアンダーシャツ欲しい方はぜひ長崎さんのインスタをフォローして投稿にコメントしてください。よろしくお願いします。そしてさらにさらに長崎さん友人さんとは何やら面白いプロジェクトも進めているそうです。こちらに関しては随時長崎さんのインスタで発表があるようです。皆さんお楽しみに。仲間とあの場所めがけ朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく気持ちは負けたくないから駆け出すあの土の上で輝く。